平成25年12月2日、日産自動車から阿蘇市黒川の道の駅阿蘇に電気自動車が寄贈され、贈呈式が行われました。日産自動車では、排気ガスの減少などを目指す道の駅 EV 活用プログラムとして、全国各県の道の駅1カ所に電気自動車を送る事業を展開しています。熊本県内では道の駅阿蘇が選ばれました。寄贈されたのは日産自動車の主力 EV 車、5人乗りの日産リーフと充電器のリーフトゥーホームの電力供給システムの各1台です。またシステムは停電や災害時には車や充電器から電力を送ることもできるということで、一般家庭の2日分の電力確保が可能ということです。贈呈式では、熊本日産自動車の坂田真嗣社長が、阿蘇の大自然には排気ガスゼロの電気自動車がよく似合うと挨拶しました。そして佐藤義之阿蘇市長が、大事に使いますとお礼の言葉を述べました。